はい、大井競馬場に着きました。屋根がレインボーに光ってますね。これから大井競馬場でイルミネーションを見たいと思います。普段競馬場なんか来ないんですけど、ファミリーとかカップル向けにこういうのもやってるのかな。イルミネーションを楽しみたいと思います。すごいね。なんか競馬場ってこんなんなの。すごいすごい。これが子供ただだったら全然良くない。大人ね800円。あのさっきローソンで前売り買ったの。あ、買ったの。買った。大人だけ800円。おお。すごいね。東京シティ競馬です。すごい。すごい。何この。平日はやってない。土日。10月は土日だけで、なんか来月はちょこちょこやってるみたいだけど。おお、すげえ光ってる。あ、チームラボだ。沈めが出てくる。よく考えるね。誘導馬登場ストップスポット。ポニーそこじゃね。あ、いたいた。どこどこどこ。嘘。ちっちゃいの。かわいすぎる。どこよ。ほら。え、マジで。ちっちゃ。これか。よっか。ちょっと待って、写真だけ撮っていくから。行っていいよ。こいつ楽しいだろうな。力が有り余ってる。おお、すげえ。よっか、よか、飛んでる。子供ホイホイだね。両家でちょっと戦ってるんですけど。両家ジャンプしてる、うん、ずっと持ってた。チームラボだね、これ。お魚、お魚。これなんか想像以上にすごいんだけど。すごいね。
ーすごいな。すげえ。おお。水かかってんじゃん。おおすげえな。バカ2人をこのバカ水かかりたい。ねえねえ思ったよりすごい。いいね。これ800円だよ。これ800円安いよ。これ競馬場ってすごいよな。ちゃんといいねになってお化け屋敷。うん。お化けっつって。あれもお化けだね。うん、ちゃんと馬もいるよ。馬いるの？馬いる。いやーすげえなー。これしかないじゃん。これ一個しかないよ。綺麗だね。あ、外もなんかあるんだ。おお。あったよ、先。行くよー。よし、行くぞ。いたいた。ママ、はい、よし行こう。勝ってなくても強い。でもまだだって半分ぐらいでしょ。21時半まで気をつけてくださいって言うけど、本当にギリギリ今8時。気をつけてね。そう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 。
ですよね。お化け屋敷藤だな。え、鬼滅、あ、そうなの。藤、藤の花があると鬼来ないんだよ。やっぱり藤だなじゃないですか、うん、あれほら藤の花、鬼絶対ハロウィンの日とかコスプレの人来るよね。来ますね。来ますね。鬼退治。あれ今何時だ？噴水ショーラスト来る今。競馬場がすごいことになってる。なんか全然水出てこないんだけど。水終わったんじゃね。あ、そうなの。もうあれもう光のみ。どうだって。よかったね、うん、想像以上に良かった。ちょっと俺も想像の5倍ぐらい広くてびっくりした、うん、さすが競馬場。てかちゃんとしてるね、イルミネーション。こんなに回ると思わなかったな、うん、回る、そんなに歩くと思う。広い。広いね。気合入ってるよ。はい、大井競馬場イルミネーション今見終わりました。ちょっと想像してたのよりもめっちゃ広くて、あの中のイルミネーションもしっかりしててとても良かったです。言うの聞いたか。ああ、言うの聞いたか。山田って言うのかな。